ひだまりスケッチは、操縦メニューる日本の4コマ漫画。法文社の月刊4コマ漫画雑誌、漫画タイムキララキャラットで2004年4月号から連載されている。2021年4月現在、コミックスは第10巻まで発売されている。略称は、ひだまり、ひだすけ。2007年に第1期テレビアニメが放送され、その後、第4期まで制作され放送。 その他、小説、他の作家によるアンソロジーコミック、インターネットラジオ、ドラマ CD、コンピューターゲーム、音楽などがメディアミックス展開された。憧れの山吹高校美術科に合格したユノ。自宅から距離があるため、学校の門前にあるアパート、日玉まりに入居することになった。隣室に住む同級生の都開花に住む上級生の広ロさえ、 そして新入生のノーリとナズなとともに6人が巻き起こす、楽しく賑やかな日々を描いた4コマ漫画。また、コミックス第8巻にてヒロとサイが卒業し、新たに新入生としてマリが入居し5人となった。季節や時期は、連載会によって変化し、掲載順序は一部を除き特に決まっていない。連載が続くにつれて少しずつ、全体の時間が経過していく構成になっている。 本作は、漫画タイムキララキャラット2004年12月号から2009年1月号まで連続して表紙を飾るなど、同志の看板作品的な存在である。2009年に3月号では、同志の他作品が表紙を飾ることになったが、2009年4月号にて、再び本作が表紙を飾った。それ以降は、が芸術家アートデザインクラスと入れ替わりながら表紙を飾っていた。 また、増刊、漫画タイムキララマックスボリューム1にもゲスト掲載された。2020年には、三者三様を抜き、漫画タイムキララ系列紙の作品の中で、最も掲載期間が長い作品となった。ただし単行本第9巻観光から第10巻観光までに3年以上を、費やすなど、2017年以降は、救済が非常に多くなっており、単行本では、 同型採取で約4年半遅れで連載開始した A チャンネルや約9年遅れで連載開始したニューゲームの方が先んじて第11巻を出版することとなっている。なお、本市場で長期救済がアナウンスされたことはない。登場人物の名前はほぼ全員がフルネームではなく成果などちらかのみの設定である。日まりそうの全10人6名と一部のキャラクターには シンボルマークとイメージカラーが設定されており、アニメの各場面でそのキャラが喋る際などに表示される。声はテレビアニメでの担当声優。元住人ミサとリリについては、アニメ、小説のオリジナルキャラクターを参照ゆの、ミヤコ、ヒロ、サエ、ノリ、ナズナは、上記にて、参照書誌の出版はすべて法文社法文社より、 漫画タイム系 R コミックスとして刊行されている。なお、第1巻は著者の初単行本である。エンプレスよりサンシャインスケッチのタイトルで発刊されている。TBS 制作でテレビアニメ化された。2007年に第1期が放送され、その後第4期まで制作され放送。上記テレビアニメに関連する番組として、 ひだまりラジオが配信されており、2017年現在、ひだまりラジオ、ハニカムリメイクが配信されている。パーソナリティは、湯の役のアスミカナ。同じ法文社で連載されていた、漫画、慶音に続く、映山電鉄とのコラボレーションで、漫画タイムキララキララ、号を2012年8月9日から11月7日にかけて、運行。 900K903 から904編成に、当作品のヘッドマークを装着している。また、同年9月20日から2013年3月31日までで、お723でお724号車の2両に、新たに、ラッピングとヘッドマークを装着して運行したほか、同年9月30日には、出町穴木駅にて限定4000部の特別乗車券を発売した。 この特別乗車券は同年10月8日9日に明治公園で開催の第19回鉄道フェスティバルでも発売された。ありがとうございます。